豪華な柄ですね、柄が本当に華やかで、色の形が、ね、特徴ですね。はい、秋元で4人でお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、本日もですね、秋のカタログコーディネートをご紹介ということで、坂口さんにこちらの左の女の子のコーディネート着用いただいてるんです。コート着てる方ですね。コート着てる方です。そう、これ実はあのストールもあって、ちょっと今 そちらさらにこれジャガードで重ねてるんですけど、可愛いですね。まずはあのコートの方からご紹介といたしましょうか。はい、はい、こちらフェアリージャガードロングコートです。サイズはフリーサイズ。お色味が坂口さん着用のレッド、はい、真ん中がパープル、そしてオレンジの3色です。お値段86,900円です。フェアリージャガードということでね、モヘアも使われている、ふっくらとしたジャガードのコートなんですけども、暖かそう、軽い、大事ですね。軽くて、どん軽くて、素敵です。ちょっと後ろの柄って、はい、くるっと、ありがとうございます。すごい豪華な柄ですね、柄が本当に、華やかですね。マント教皇の真骨頂というような感じの色合いですけれども、でもなんかこれだけ華やかなんですけど、着てみるとすごい馴染むというか、なんかいけるんじゃないって感じがします。なんか物単品で見るとちょっと派手かなと思うんですけど、お袖通していただくとね、きっとなんか意外としっくり馴染むのではないでしょうか。すごいお似合いです、坂口さん。あ、嬉しい。これインナーというか中も裏地がついてるんですよね。裏地がついてます、ね、なので今セーターと重ねていただいてますけど、きっと着やすいんじゃないか。ノリがいいですね。ね、暖かそうですし、滑りもいいし、滑りもいいです、いいですね。本当さっと羽織るだけで今年もね、変わる感じ。あ、両方にポケットがついてる、はい、あ、よかった。なんかこれ安心しますよね。特に何を入れるじゃなくてもポケット欲しくなるというか。そうです、ね、これ素材が何っておっしゃってましたっけ。こちらがウールとアルパカとモヘアです。あったかそう、うん、アルパカが入っててね、暖かいですし、モヘアのね、そういうふわっとした風合いっていうのも結構近づくと見えたりします。柄も含めて近づきますね、はい、なんかすごい柔らかそうな雰囲気があったので、素材感もちょっと出ます、ね、これが赤でしたっけ。はい、レッドです。レッド柄がすごい繊細なんですよ、ね、柄とか柄をバリバリ使ってて、近づいて分かるかな、これこのふわふわのモヘアの風合い、モヘアのちょっとこの感じ、ね、柄は結構なんでしょう、パキッとしてるんですけど、モヘアの風合いのおかげでよりこう深みが出てくるというか、柔らかい印象になって、ここなんか分かりやすいかと思います。かわいい袖口、かわいいですね。袖口すごいかわいい。じゃあ赤と柄というか、だから次がこっちのパープル、パープル、はい、パープルこんな感じで、パープル、ブラック、グレーとかグリーンとか結構いろんなお色入ってますね。よく見るとちょっとこうブルー系とかグリーンっぽく入ってて、うん、そうなんです。これだけにお色味がいっぱいあると、ね、お洋服との合わせがすごいしやすいんですよね。お袖のところはこんなになってます。で最後、はい、最後オレンジです。すごい綺麗な色、ビタミンカラーです。なんか秋冬はちょっとこうお色が落ち着きがちなんですけどもね、こういうお色一色購入するとすごく華やかになっていいですよね。なかなかこういうお色見て探そうと思っても、ね、ないですからね。なかなか見つかりないですよね。M&京子の良さです。そうですね、うん、M&京子らしさがあって、らしさが柄も素敵な感じに仕上がってますね。ありがとうございます。その色も含めてこれね、本当竹感もすごく良くて、坂口さんが身長155cm、はい、でお膝も隠れるぐらい、隠れてますね、お膝隠れてるだけ感 でスカートとの合わせがすごくバランスがいいなと思うんですけども、多分ね、増山さん今パンツ履いてらっしゃいました。はい、増山さんパンツで履いていただいてもすごい素敵だなと。どっちかの色味パープル着てもらってもいいですか。はい、はい、はい、秋
ます。そなんかパンツで合わせていただいてもすごくいい感じのバランスができるので。丈感がいいですよね。いいですね。ここまでやるとなんか安心感もあって、そして何より暖かそう。軽いって、そう軽いね。ちょっと立ち襟も。そうですね。本当ですね。あと滑りがいいですよね。先ほどおっしゃってましたね、裏がついてるけど、そこ結構大事ですよね。なんかニット同士だとこうなかなか、ね、滑りが良くなくてっていうのもありますけど、動きやすさとかどうですか、はい、軽いね。身幅とかどんな感じ、ゆったりしてますね。アームホールもゆったりして、なんか結構見た目ラインはすごくお綺麗なんですけど、柔らかいからかすごく着心地が良さそうです。着心地いいです。着てない感じ、ね、本当ですか、はい、コート結構大事です。コートなのに着てない感じがすごいですね。ちょっとね、長時間辛いかなと思うんですけど、あの増山さんもちょっと一周ぐるっと回って見てもらっていいですか。パンツでこんな感じ。増山さんが身長160センチで、丈の方もぜひご参考にしてください。それでもね、丈感ちょうどいいですよ、ね、そうですよね、うん、この長さ便利そうです。パンツにもスカートにもおすすめのコートです。はい、はい、ありがとうございます。では次、プルオーバーのご紹介したいと思います。はい、はい、はい、続きましてプルオーバーのご紹介です。こちらヘアリージャカードプルオーバーです。サイズは1、2の2サイズ。お色が、着用いただいているレッド、真ん中がオレンジで、増山さんがパープルを着用いただいています。お値段39,600円です。はい、こちらも同じジャガードのプルオーバーなんですけども、コートと同じシリーズなんですけどもね、結構柄行きの見え方が変わって、これはね、割と何でしょう、 M&京子としてはシンプルめなジャガードになるんですけどもね、すごく柄が凝ってるんですが、その分その首回りというんですか、襟の形がね、特徴的で、特徴的ですね、襟の形、本当にこの部分のリブがすごくちょっと気になります。近づいて近づいて、はい、ちょっとお首が重なってるんですね、あえてね、斜めにしている、その部分こう重なってますね、うん、で、柄はさっきの、はい、コートとそのお染めが一緒なんですけども、ちょっと細かい、そうですね、より繊細な部分も出している感じ、素材感も近づくと分かると思うんですけど、はい、こんな感じでちょっと、はい、もう部屋の雰囲気とかウールアルパカのですね、出てますね。そうですね、ウールアルパカオレンジ、お首のこんな感じで顔周りがね、オレンジで綺麗に、ね、着用いただけそうです。ターコイズが効いてますね。ターコイズ効いてますね、すごく綺麗な色。でちょっと気づいたのが、この裾口のリブはちょっとリブ幅は小さめというか、うん、そんなに大きくはない、ね、そうですね。最後、パープル、お首がこんな感じですね。ここも同じ感じ、やっぱ色味ですごい印象変わりますね、こちらシックな装で。こんな感じで柄がパープルの方も含めて入ってます。はい、ありがとうございます。肌触りがね、チクチクしないです。しないです。それは嬉しいですね。ニットでね、お首のところがチクチクするのが苦手っていう方もいらっしゃる。すっごく軽い、これも軽い、空気感軽い、エアリーですね。エアリーです。ヘアリージャガードということで、本当にそうなんです、軽やかなね、素材感。よくね、あのエマード京子の洋服って着てるの忘れるとかね、本当そうですね、ねえ、忘れるなしですね、本当にチクチクはしないから、いいですね、やっぱりなんか肌に当たるものですから、肌触り大事ですよね、デザイン性ももちろんなんですけども、ありがとうございます。これ後ろの柄ってどんな感じ、お二人ともくるっと、はい、はい、一周回っていただいて、こんな感じです。で、そんなに丈感長すぎずなので、そうですね、コンパクトな、はい、シルエットになっております。こういうのって結構足長効果あるんですよね。
ありがとうございます。あれですね、なんかちょっとその柄の感じが懐かしさを感じるとか、そうですね、ちょっとノスタルジックというか、ノスタルジック、うん、いいですね、ノスタルジック、ありがとうございます。はい、続きまして、こちらがポップジャガードムットスカートです。サイズが1、2の2サイズ、お色味が坂口さん着用のレッド、お隣からグレー、ターコイズ、ブラックの4色展開です。お値段46,200円です。ポップジャガードです。すごいですね、坂口さんの方とかこれあの 柄でさっきコートを重ねてたんですけど、全然それでもなんか嫌味がない、な本当ですよね、すごくしっくりきている、今アンド京子マジック、履き心地はいかがですか。これもやっぱり軽くなんかニートって重いじゃないですか、とか全然それ感じないです。そうなんですね、やっぱ糸がいいんでしょうかね。でこれだけ色柄使いがあるとね、結構こうずっしりとしたニットが多くなりがちなんですけど、マドリコすごくこうあのウエストの部分を見ていただけるとしっかりギャザーもやっていて、もうたっぷり贅沢に、はい、使ってるんですけどもね。あ、本当だ、左右両サイドに付いております。嬉しいですね、両サイドポッケとウエストもね、いつものゴムのディープになっていて、これが嬉しいです。ちょっとこれ今せっかくこう横に並んでるから、さーっと全部これ色とかまたいつもみたいに寄ってご覧いただきますね。はい、坂口さんのレッド、レッド、いろんなお色入っています。結構ここのあのウエストのすぐ下のところちょっとこうあの立体感がある作りになって、そうですね、編み地がね凝ってるんですよね。さらに下に行くとあの定番からですけどジャガードも、はい、でグラデーションの糸も使ってますので、そうですね、これで柄の見え方も本当一点一点違うんですよね。こんな感じで、あとはこんな感じで入ってます。次が、はい、グレーでした。グレーですね、ウエストの色味でお判断いただければと思います。感じですね。ここに立体感がありつつ、うん、いろんな色を使いながらも、グラデーションの糸を使って、さまざまな編み地糸、色を使って、うん、グレーなんですけども、ね、なんかそのグレー、ピンクにも見えるし、なんかベージュにも見えるし、うん。確かに遠目で見るとグレーって言われるとそうかなって思うんですけど、本当にこれだけのたくさんの色味が入っていて、こう見るのにも楽しいですし、お洋服との組み合わせも楽しめますね。次、これはブルー、はい、ターコイズですね、ブルーですね、ターコイズは、はい、ターコイズにをベースにして、本当にお色味こちらもふんだんに使っております。確かこれ別のこの色でなんかフード付きのやつ確かカタログにありますね。おすすめの色じゃありませんそういう意味では。この後紹介やるかな。次最後、はい、黒ブラックですね、はい、ブラックはこんな感じでちょっとオレンジになったり、はい、暗くなりすぎないような色なんだけども、うまくまとまったお色で、そうですよね、本当今あの増山さん今パンツ履けられてますけど、その黒のスカートとか合いそうですよね。そうですね、パープル系の確かに柄もん柄でも、うん、シンプルな人生しまい少しフレアその部分が、そうですね、少しフレアな感じで、なので足さばきもね、良さそうですね。あ、いいですね、動きが出ていいですね。うん、確かにそうですね、裾がちょっとこう軽やかな仕様になっているので、はい、動いた時のね、シルエットが動きが出て本当可愛いです、うん、ありがとうございます。裏も同じ雰囲気の柄になりますね。そうですね、贅沢ですね。内さん一周くると思ったり、すみません、何度もありがとうございます。はい、こんな感じですね。内さん身長 165cm です。
は今回もカタログコーデということで、最初にも申し上げたんですが、ショールもね、実は羽織ってるお写真なので、ちょっと坂口さん、実際にズバリでちょっとコーディネートやってもらってもいいですか、松山さん。はい、同じ色のやつですね。そうなんです、同じジャガード、同じお色味のコートを重ね着をさらにして、こんな感じでカタログの方にも出てきますかね。ブルーっと、ブルーとかだったらちょっと腕上げてもらったりすると、そう、大判のショールなので ね、 です ね、 ね、すごく豪華です。コートの上からかけても全然贅沢ですね、これね。このようにしてもらえれば、はい、ズバリをぜひご参考にしてみてください。ありがとうございます。はい、こちら商品の詳細が気になった方は佐藤店員オフィシャルサイトクロスイットをぜひご覧ください。またお取り扱いいただいている専門店さんですとか直営店の方でも実際にお手に取ってご覧いただけますので、ご来店お待ちしております。そしてこちらの動画良かったという方はグッドボタン、チャンネル登録の方もぜひお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。